沖縄県尖閣諸島を放置調査を国に要求せず、八重山日報によりますと、沖縄県が尖閣諸島における自然環境調査について政府に要請していないことが明らかになりました。この尖閣諸島における調査については、石垣市が沖縄県や政府に対して調査を行うように何度も 要請しておりますが、こういった石垣市の要請を沖縄県が事実情握りつぶしていることが明らかになりました。この沖縄県、当然ですね、尖閣諸島は沖縄県のものでもあり、尖閣諸島において沖縄県の漁師さんが中国船に 追いかけ回されるという事件が続いてしまっておりますので、本来は沖縄県が保有する漁業、取締船を尖閣諸島に派遣をして、沖縄の漁船を、漁師さんをしっかりと守るべきでございますが、沖縄県には、玉城デニー知事には、この尖閣諸島において、 沖縄県の無策によって沖縄県民が危険にさらされているという事実を重く受け止めていただき沖縄県としても自治体としてできることはございますので最低限沖縄県民を守るために船を派遣するなど対策を講じていただくよう お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。